ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は自民党総裁選の動向についてお話ししていきたいと思います。当チャンネルは自民党総裁選に関して青山繁晴議員と高市早苗大臣を応援する立場を取っていました。青山議員の出馬ならずの結果は残念でしたが、今も高市早苗経済安全保障大臣を応援する立場で情報を臨時動画といういつもと異なる形式で発信させていただいております。そんな自民党総裁選の動向について様々なメディアが世論調査を行っているわけですが、日テレの行った第2回目の党員党友を対象とした誰に投票するのかという電話での世論調査において興味深い結果が出ています。一体どこから党員党友名簿を手に入れたのかよくわからない独自の調査とやらによるものなので、その信憑性は正直何とも言えないものもありますが、この調査によると告示日を迎えた9月12日時点で1位が石破茂元幹事長で 25%、 2位高市早苗経済安保大臣 22%、 3位小泉進次郎元環境大臣 19%、 そして4位が上川陽子外務大臣で 9%、 5位以降は 5% 以降ということが判明しました。以前の調査では石破さんが 28%、 進次郎さんが 18%、 高市さんが 17% となっていまして、石破さんが票を下げて高市さんの勢いが増しているという結果になったわけです。今回はこの他の調査や動向をもとに高市さんの躍進が極めて凄まじいということ、その上で今後の動きを予測しながらお話ししたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。党員党友票において日テレの調査がある程度実態の通りに行くと仮定した場合は、石破さん人気に陰りが見え、進次郎さんも伸び悩み、高市さんが躍進しているという状況です。さらに JNN が国会議員票の動向に関してリサーチをしたということで報道されました。これによると進次郎さんが50人以上の議員票を得る見込みで、小林さんが50人程度、林さん、茂木さんが40人程度、石破さん、高市さん、河野さんが30人程度、上川さんと加藤さんが20人台ということです。これをちょっと分析したいんですが、上川さんと加藤さんは推薦人集めもかなりギリギリだったわけです。おそらく推薦人20人がそのまま議員票となる見込みで、大きくここから伸びることはないでしょう。特に加藤さんに関しては今回の総裁選は存在感を世間に示すためであり、ここで総裁になれるとはご本人もお考えじゃないかなと思うところですね。上川さんは麻生さんにですね、ある時に結構やり手だっていう風に褒められて話題となったものの、その後ですね、特に総裁選に関して色気を出していなかったんですが、なんやかんやでこのタイミングになってですね、自身も総裁選に立候補するということでですね、最終的に麻生派から9名ほど推薦人を集めていますので、麻生さんが推薦人を貸したというところが感じ取れますね。そして林さんと茂木さんも今回の総裁選はあくまで布石であり、次回が本番と考えていると思われます。ちなみに林さんは岸田派から15名、茂木さんは自身の茂木派から14名推薦人を集めており、なんやかんやですね、旧派閥の影響が今回の総裁選にも残っていることが伺えます。河野さんに関しては、今回も本気で狙いに来てはいると思いますが、前回の総裁選の時と異なりフレッシュさ、刷新感という点では進次郎さんや小林さんに劣りますし、マイナンバー問題やら中国のロゴ問題、 SNS でのブロック問題やら次のご質問どうぞ問題などでかなり党員人気に陰りが見えていますし、結局推薦人も自身が所属する麻生派から18人募るなど、改革派という割にはガチガチに派閥におんぶに抱っこで、そのあたりの矛盾も気になるところです。皇室への考え方であったり原発への考え方であったりがですね、結構フラフラしているところも気になるところですね。おそらく保守層にちょっとでも寄せていこうよと思っているんでしょうが、結局のところですね、内心何を考えているのかわからないというのが個人的にはどうかなって
思います。石破さんは無派閥から14名推薦人を募るなど、相変わらず自身のポジションをそのままに出てきている感じですし、国民人気も高いとされていますが、いかんせんこれも不安定感は否めないところですね。これは河野さんや進次郎さんにも言えますが、小石川の3名が総裁になったとしたら、もはや保守政党自民党としての色は完全に消えます。それに党内をどうやったらまとめられるのかっていうのも、石破さんに関してはちょっと想像がつきにくいところがありますね。進次郎さんに関しては国民人気抜群ですし、党内人気も凄まじいものがありますが、討論会を見ていても本当に思うのが、やっぱりまだまだ他の人と比べたら勉強不足というか、話がめちゃくちゃ浅いように感じますね。同じく若手で出ている小林さんは結構広く深く話せるだけに、そこと比較するとどうしても不安になると言いますか、基本的にふわふわした話しかできない人は外交の場において嫌われる傾向にあるので、結構不安なところがあります。また解雇規制の見直しをめぐっても微妙に話が変わっているようなところもあって、いろいろと柔軟にしようとしているのかなとも思うんですけれども、このあたりの発信も足を引っ張っているように感じます。小林さんは保守という立場ということを考慮すると、高市さんがいなければ私自身もそこまで悪い選択肢ではないと思うんですが、この方はやっぱりですね、緊縮財政派なんで、私としては支持しがたいところなんですね。今は経済優先と発信してはいますが、いざ総理になったらコロッと財務省の言うままに緊縮財政になる可能性がかなり高いと思います。ご本人は最近は緊縮財政に賛成というわけではないっていう言い方をしているんですけども、こういう言い方する人って本当に積極財政派から反発を食らいたくないだけで、この言い方する人は漏れなく緊縮財政派っていうパターンが非常に多いんですよね。やはりですね、こういうのを見ていると青山議員がですね、この討論の場に参加できなかったことっていうのは本当に悔やまれるんですね。もちろん青山さんがですね、この自民党総裁選挙に無事、20人の推薦人を集めて立候補できていたとしてもですね、勝ち上がる可能性があったかというとかなり低いことは低いと思うんですね。そこはまあ残念ながら事実として冷静に分析するとかなり低かった。ただ一旦ですね、この議論の場に青山さんが上がってきてですね、この世間が嫌でも放送せざるを得なくなる中で、今日本が抱えている状況、問題点、そして財務省という問題、課題、減税の意義、そして参議院から選挙に出るという意義、これを発信する意義ってものすごく大きかったと思うんですね。未練がましいようですが、本当にここは悔やまれるポイントですね。さて話を戻しまして、私が今応援している高市さんですが、一つ最近問題視されている点があります。それは裏金議員が13人推薦人になっているよねっていう話なんですね。これに関しては本当に賛否両論あると思うんです。もちろん裏金議員抜きで推薦人集める方がいいに決まってますからね。ただ高市さんは今回安倍さんの後ろ盾がなく、前回2021年の総選挙の時に高市さんの推薦人となっていた木川田さん、そして片山さんが選挙管理委員会に選ばれるなど、推薦人集めは結構絶望的だったんですよね。さらに小林さんの出馬などもあって、これに関しては毒を飲まざるを得なかったというところではないでしょうか。これに関して何度も言いますが賛否両論あると思います。ただ私としては青山議員が出馬できない以上は、今この13人の毒を飲んで高市さんが総裁になるという未来と、毒を飲むことを拒んで出馬すらできず、結局小石川の誰かが総裁になるという未来、この2択を選べと言われたら、いやもう高井さん毒を飲んでもいいです、なので出馬してくださいって言いたいんですよね。本当にやむを得ずなところもあると思うんですけども、現実問題っていうところを考えると、これはもう致し方ないのかなと思うんですね。だから裏金議員に対する処分のこともですね、ちょっと消極的な発言をしていたんでしょうね。ただここでケチがついたから、いやもう応援できない、他のやつがなった方がマシだっていう方もいらっしゃるかとは思うんで、そこはもう一切否定するつもりはありません。人によってですね、この裏金問題っていうのがどれだけ重要なものなのかっていう見方は変わってきますし、これも決して軽視していい話ではないですからね。ただ私としては、それ以上にですね、今日本は安全保障、そして経済対策、ここの本当に変わり目のところに来ていると思っているんで、この日本が今後もですね、末永くいい形で存続していくためにですね、第一の前
前の障子と言わざるを得ないかなと考えているところです。さてなんだかんだ言ってですね、ちゃんと世論はかなり高市大臣に傾いてきていますが、やはり気になるのは決選投票に高市さんが残った時に麻生さんがどういう動きに出てくるのか、この動向になります。今回9名が出馬していますので、まあまず間違いなく決選投票まで行くでしょう。可能性として進次郎さんがなんだかんだで決選投票に行く可能性めちゃくちゃ高いと思っています。そこで2位に高市さんが滑り込めたと仮定していきます。今回の総裁選は菅義偉前首相と麻生太郎副総裁のキングメーカー争いと言われていることは皆さんもご承知かと思います。茂木さんや岸田さんも決選投票になった場合どうするのか、まあおそらく麻生さん側と連携することが固いのではないかなと。菅さんが返り咲けば、これまで三党政治で政界の中心にいた3人は冷や飯ぐらいへと追い込まれるはずですからね。岸田さんとかはですね、明らかに自身の影響力を残そうとして辞めていくような形をとっていますし、茂木さんもですね、まあ、今回は一旦ですね出馬はするけれども、まあ総裁にはならないだろうというのは分かった上で出ていると。その上でですね、今後もう一度ですね麻生さんそして岸田さんとの連携を深めていくことで次回のチャンスを伺うという形になるかと思います。でさらに小林さんを支持している保守系の議員であったり、青山さんが集められた15名の方々も、これらの多くの人がですね保守という点で高市さんに流れる可能性が高いです。小林議員が抱えている50名の票、岸田派を中心に抱えている林さんの40名の票、茂木さんの抱える茂木派を中心とした40名の票、さらに麻生派を中心とした河野さんの30名の票のうち20名近い票、上川さんも麻生派からの票を10ほど持っています。加藤さんは茂木派や旧安倍派の票を10ほど抱えており、選択的夫婦別姓などにおいても討論会で高市大臣にアシストするような動きもありますし、茂木派ということもあり、ここも決選投票で高市さん支持に回る可能性が高い。そこに都道府県連票の47票、これの半数前後が高市さんに流れ込むとなると、かなり際どい差にはなりますが、高市さんが逆転する目がかなり出てきます。もちろん仮説を積み上げての仮説になるので、まあ難しい話なんですけれども、とにもかくにも最も力のある麻生さんが石破さんと進次郎さんが総裁となることだけは全力で阻止してきますので、かなり近しい動きが出てくる可能性は十分にあります。麻生さんとしては河野さんが総裁になれば自身の権力基盤は保たれるわけですから、そこならそこでと考える一方で、河野さんは現実的に決選投票に行くのが難しい状況な上、対中国などへのですね河野さんの姿勢であったり、尖りすぎているところ、左に寄りすぎているところなど、正直麻生さんはもろ手を挙げて応援したくないという立場です。それは麻生派への総裁選の投票支持の動きからも透けて見えます。河野さんを応援すると言いながら、麻生派の人間たちにはですね他の候補の推薦人になってもいいよと言ったりして票をばらけさせていますからね。何はともあれ、このまま世論が高市さんに流れれば、他の議員も次の選挙を見据えて高市さんをトップに据えた方が選挙に勝ちやすいんじゃないかと判断するわけなんですね。そうなると一気に流れが変わる可能性もありますので、こうなれば面白いですよ。これ大変興味深い動向ですけれども、なんせ今回の総裁選本当に読みにくいことには変わりありませんし、まあ難しいところですが、だからこそですね一つ一つの討論会でですね高市さんの魅力といいますか力をですねしっかりと世間に示していただいてですね、で今やはりですねネットなども見てるとですね高市さん支持って本当に広がっています。高市さんを応援する声も広がっていますし、まあ、ご本人もですね、まあ、少しでも高市さんがいいなと思った人はネットにですね高市さん結構いいぞみたいな感じで書き込んで応援していただけると嬉しいみたいなことをおっしゃってましたのでね、まあ私もですねその一端を担うというわけではありませんが、高市さんを応援するという立場からですね今後もこの総裁選臨時動画という形にはなりますが、引き続き情勢を追いかけていきたいと思います。またですね、青山議員に関しましてもですね重ねてですね次回の総裁選3年後、あるいは何らかのハプニングがあって3年より短くなったとしてもですね必ず次の総裁再生にも出るというふうにおっしゃっていまして、それに対して今からしっかりと動いていくというですね大変心強いようなメッセージがありましたので、そこも合わせてですね今後も追いかけていきたいと思います。
というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。